リキサープロフェッショナル64ギガ。そんなことはどうでもいいんですよ。そう、レンズなんですよ。魚眼ですよ。コンバージョンレンズなんですけど、倍率が 0.25 倍。まあそんないいレンズじゃないんですよ。全然おもちゃ的、おもちゃって言ったらあれですけど、ちょっと楽しむ、遊ぶようなものなんですけど、これまあちょっと実はもう昼間使いまして、まあもちろんこれ一眼レフとかビデオカメラ見つけて使うと思うんですけど、一般的に僕はちょっとですね、こんなことしてんの僕ぐらいかもしれないんですけど、これ RX100M3 につけたいなと、コンデジにつけたい。もともとつかないんですよね、これ。あのマーク2の時はフィルターとかつけれたんですけど、サイズ的なものが大きくなったのかな、大きくなってフィルターとかこれつけられないんですよね。でそこでなんとかこういうものを揃えまして、アダプターとか、ね、でも今もう仕込んであるんですよ。昨日の夜も仕込んだんですけど、今ついてますもん。まあこのレンズギャップとか使わないんですけど、まあ、どうなってるかっていうと、まあ、これで撮ってみましょうか。はい、これ分かりますかね、この先端部分につけてるんですけどね、ちょっともう分かんないか、アダプターかませてあるんですよ。ちょっと分かりづらいですよね。まあとりあえず、まあアダプターをかませてやると、で、まあ、それだけでもまだ合わないんで、これレンズ自体が 58mm なんですよね。これを58から52にサイズダウンしてようやくこれがつけれるということで、でいくつか迷ったのが、有名どこでオプテカとか、あとは、ポラのやつとか、あともう一個、ノードなんとかってやつがあたりが結構迷ったんですけど、これがなんで良かったかっていうと、こっちがなんで良かったかっていうと、円の周辺のボケがまあちょっとマシかなって、同じぐらいの値段の中ではちょっとマシだったかなっていうので、でこれにしたんですけど、まあ、値段も本当にもう安いものなので、まあ、本当にたまにフィッシュアイで遊びたいなっていう時、ポンとつけてパッと撮るんですね。こういうものです。まあ、とりあえずつけてみます。ちょっと上向けた方がいいのか。うわ、こんなになる、すごい。本当はね、一眼とかでやればいいじゃないかっていう思うと思うんですけど、そうじゃなくて、そうじゃないんですよね。このコンデジで遊びたい、本格的にこうちゃんと作品を撮ったりするために使いたいわけじゃないんで、本当まあ下手すれば本当 iPhone でもいいぐらいだったんで、たまたま RX100M3 がこのタイミングで来たってことで、これで今後使っていけたら面白いかなっていう。マクロにもなるんで寄れる、このぐらいで使った方が分かりやすい。これさっきのなんか分かりやすいかな、ロビー。あとはなんだろうな、これなんかどうだ、これはいけそう、これはいけますね。もうね、このぐらいです。レンズからこれぐらいまで用意、これをこのコンデジで使いたいんですよね。というもうたまにだと思うんですけど。